ただいまやっていきましょう。風来期、ゆびちゃんルートですね。やっていこう。ということで、事故で出会った二人ですけど、ゆびちゃんが記憶をちょっと飛ばしてるのかな、一部。それに関して、まあ、いろいろ、自分も、なんか感じるところがあるというようなことを言って、まあ、なんだかんだ言って、二人で同行して、いろんなとこに行くという、よくわからない展開に、現実にこれはあり得るのかっていう展開になったというところですね。まあ、ゆびちゃん、前もそんな感じだったから、結構そういうとこあるんだよね。ということで、やってきます。さて、どっち選ぼう？これ、春別湖が近いよね。位置的には。ぶつかったとこはそこだもん。あれでも移動したのか。まあ、なんか、攻略サイト見る限り、攻略サイトっていうか攻略情報見る限りあんまり書いてないんですよ。ただバッドエンドとトゥルーエンドがあるっぽいんですけど、ゆみちゃんエンドがよくわかんないんですけど、この選択肢どっちを選ぶとか特に書いてないんで適当に選んでいきましょう。はい、双雲鏡へ行こう。双雲鏡へやってくれ。大雪を見ていきたいんだ。大雪ね、大雪じゃなくて。あ、無言で OK。 双雲鏡ね、 OK、 わかったわ。じゃあ座って行くわよ。ほい、オッケー。いやー、ゆびちゃんか。一応前の見直してきたけど、あの道のくの方をね、ゆびちゃんそこまでなんだかんだ言ってパート一つ二つでしか喋ってないんだね。最後の最後だったもんね、来たのが。まあ、ゆびちゃんエンドがあるのかな。道のく、道のくの方さ、分岐がよくわからなくてさ、手つけてないんだけどさ、攻略情報とかも出てこないからさ、知ってる方いたらぜひ書き込んでおいていただきたいんだけど、回収して、まあ、誰かのエンドぐらいは見ようかなっていうところもあると思うけど、まあ一言を言えば、俺はゆみちゃんと早く別れたかったらしい、あの時。鼻合わせがクソ強いんだよ、この人。この人めちゃくちゃ強いんだよ。この人が出てきたせいで2時間ぐらいずっと鼻合わせやってたからね。2時間やって4回3回勝てたぐらいって言ってたから。クソ強いんだよね。そういう意味で早く、早くトキコちゃんと2人になりたいって言ってた俺。お疲れ様。双雲鏡についてはよ。これからどうするの？そうだな。お決まりのコースだけど、大箱、小箱を見ながら、銀河、流星の滝まで行ってみようか。いいわよ。でもまあ、確かにお決まりといえばお決まりよね。何気に修学旅行のバスも駐車場に止まってるもんね。修学旅行北海道か。なんか京都のイメージが、どうしてもクオンの絆的に京都のイメージが強いけどな。主な観光ツアーには絶対入ってるからね。逆に、めったに人が行かない場所へ、場所と比べて、北海道の自然がどういう風にみんなに紹介されて、変わっていってるのか、の参考になるんじゃない？なるほど。そういう切り口で行くのね。さすがね、ゆうやくん。思い出してくれないかな。あ、そうそう。これからの取材の時には、一緒にゆみさんの写真も撮ることになるけど構わないから、なんでよ。なんでよ。それはおかしいでしょ。勝手にモデルにすんなよ。写真？写真ね。やっぱりダメかな。お家の人とかに見られたりしたら連れ戻されちゃう？どうなんだろうね。なんか、実家が、家業がなんか医者とかなんか言ってたけど、そんな町医者の娘みたいなこと言ったね。それでなんか、医大生になれたらすげえなみたいなこと俺言ってたから、そんなんで慣れてんのすげえなっていう。彼氏の人を、ガンで亡くしてるんだよね。だからそのガンを治すための治療法を見つけるぞっていう感じでしたね、道のくんの時は。どうだったんだろうね。でもまあ、それはそうなった時に考えるとして、なんか、頭の隅に引っかかるのよね。あ、何が？引っかかる？どういうこと？なんか、以前にもこんなことがあったような。ああ、やっぱ、ゆうやの記憶を失ってるから俺に気づいてないのか。そういうことか。俺たち会ってんだよ、昔。思い出した。うわ、びっくりした。どうしたの、いきなり大声で。そっか。
ゆうやくんと同じなんだ。ゆうやだもん俺。ちょっと待って、このゆうやくんは本当道のくのゆうやを言ってるよね多分。ちょっとそうだよね。あ、何か思い出したの？昔ね、君と同じように旅をしながら写真を撮ってた男の子に会ったことがあるのよ。まあトキコちゃんもいたけどね。彼氏？カメラマン志望の男の子。これゆうやと会う展開ってある？ゆうやと再会、ゆうやとゆうやが再会する展開。ドッペルゲンガー。いや、ないよね。名前ちょっとふざけてつけてるけど。その子もやっぱり同じように旅をしていたの。その旅の途中で知り合った娘と、ここかな？知り合った子と恋をして、自分の将来をかけて彼女を守って、戦って。そこまで知らないでしょ。あの後、トキコちゃんと連絡交換し合って、そういう話してんのかな。女子ラインがあるのかな。道のくラインがあるのかな。あいりちゃんとかさえこも入れて。マジか。そういう感じになってんのか。どうなのよ、ゆうやさんは。あんたのこと愛してくれてるのみたいな。夜はどうなのよみたいな会話してんのかな。こいつら。女子だな。ああ、やっぱ知ってるんだ。そして、最後に。結ばれたわ。へえ、知ってるんだ。わあ、じゃあやっぱ本当にトキコちゃんと連絡は取ってんだね。サイコとアイリちゃんたちは知らんけど。私もね、そんな風に誰かに守られたいなって羨ましく思ったりしたっけ。まあそっか、そうだね。なんか彼氏が死んじゃってるんだもんな。そっか。じゃあユミさんはその時にモデルの経験があるわけだ。まあね。ただじゃあ写真を撮らせないわよ。え、ただじゃないってお金取るの？え、待って、冗談だろ、やめろよ。やめろ、鼻合わせとかやめろよ。二人で鼻合わせはできないのか。なんなん？チッチッチーと言ってユミさんは人差し指を目の前で振ると片目をつぶって、ちょっと待ってて。何？と言って、車の方へと駆け出していった。嫌な予感すんだけど。おい、なんかすげえ嫌な予感すんだけど。鼻合わせだけはやめてくれ。恋恋にしてくれ、せめて。それか、大富豪、大富豪で行こう。あ、帰ってきた。持ってる？持ってる？花札ってあんなちっちゃいの？あんなちっちゃいの、花札って。そんな、じゃじゃーん。何それ、花札？花札みんな知ってる前提なのは何なのこれ。花札推しは何なの？そうよ。楽しいからいいけどさ、恋恋だったらね。恋恋だったらな。花合わせはやめてくれ。やめてくれ。なんでそんなもの持ってるんですか。そのこと、知り合った後でもらったのよ。もらったの。そう。ゆうやが届けたのかな。ゆうや一応、実家に帰ったんだっけ、花鳥風月流。帰ったわけじゃないか。一応、実家が花札の名家なんだよね。風花雪月流だけどね、俺は。これを使って私の写真権利をかけて勝負しましょう。もう頭おかしいよなこれ。理解できねえよ、初見じゃこれ。恋恋、よしよしよし、恋恋ね、恋恋ね、いいよいいよ、恋恋だったら。あんのかよ、このシステム。恋恋で、ゆうやくんが私に勝ったら、それで2枚。さらに、その点差が3海差開くごとに、1枚ずつ撮影権利をあげるわ。なんだこのシステム。ただの道のく人を恋物語に書いじゃねえかよ、これ。その子ともこれで勝負したんだから、ゆうやくんだけ、ただってわけにはいかないわよね。いや、だからそのゆうやだって俺が。思い出してよ、ゆみ！ゆみ！でぇ！なんでですか？その、身を打ち切りな設定は。よく言った。仕方ないでしょ？その子の実家が、花札を教える、影を押している変な家だったんだから。変な家とか言ってやんな。まあ、やってみると、結構面白いもんよ、花札も。それはわかる。それはすんごいよくわかる。超面白くて俺ハマっちゃった。なんか定期的にやりたいもん。花札楽しいよね。桜大戦でできた時のテンションもすごかったしね、俺。さあ、男の子なら覚悟を決めなさい。世の中甘いことばかりじゃないってことよね。とほほーん。え、これ勝負って選択肢がもしかして。増えたー。増えたー。一の国になったー。職やった、じゃあやるか。待って、この状態、これはいいんだ。あー、消えた。分かってこいよ。よし、ここで勝負をしよう。え、いいわよ。これ、解説制限ないよね、密力と同じで。
オッケーオッケー、受けた、おっしゃ、楽しくなってきたな、挑戦者。じゃこっちで、あー、とったとった、負けないわよ。声違うよね、やっぱ声違うよね。声、一応ウィキペディアで調べたんですよ、なんか違う気がしたんで、違った、うん。あー、20踏みからね、はいはい、これハンドン、これハンドン、あ、おじさん来てんじゃん。いや、懐かしいな、うわ、嬉しいな、これ、どうしよう、どうしよう、あれが花だっけ。あー、取れるのも分かるようになってんだ、こっち花火だよね、花火だ、花火だよね。オッケーオッケー、俺月見もいけるから、あとは杯を手に入れればいいんだけど、杯取れる札がねえな。あーあー、うん、青タン狙いに行くと取られるか、ちょっとカスを取っとくか、とりあえず。なんだよ FOG って、フォグつけてんじゃねえ。こっそりフォグを入れてるんじゃない、参考ね。で、鳥はいらない。じゃあ、青タン止めとくか。止める必要もないか。俺が持ってりゃよかった。いや、青タン止まったから、じゃあこれ。あー、ちょっとシステム的にやりづらいな。やっぱ、道の句の方が、花札システムに気合は入れてたね。タンかー。いや、あと2枚。いや、しない。参考を狙いたい。もう、どうして勝てないのかしら。あ、え、あ、そっか。いやいや、間違えた、間違えた。間違えちゃった。まあいいや。いや、親だったけど。ああ、まあまあまあ、あんま手札変わらんからいいや。間違えちゃった、普通に。参考いけそうだね。ああ、月欲しいけど取られるかな。そうだね。じゃあ、赤単取って。やっぱ月取るよね。杯が取れる札もねえな。鳥って何に使うんだっけね。未だに鳥はよく分かっていない。うわー、もう鶴取られたから参考ダメじゃないこれ。どれ、赤タン。赤タン揃いそうだけど、とりあえずこれ。青タンか、花か、花か、花、花見、花見取ったところでだよな。カス集めといた方がいい？それよりは。でも赤、一応取っとくか。杯取れる可能性も偶然あると思うし。じゃあ花。これ見方が変わったせいで分かりづらい。カスか。そこに出るのね。カス中カスね。これはしないでおこう。これちょっと手が悪い。次は絶対負けないわ。もうまあまあ大丈夫大丈夫。俺もうどんだけ花札やってきてると思ってんだよ、お前。なめんなよ、なめんなよ。フォグ。なんでこれだけフォグ入れたの？よくわかんないけど。鶴は回収しとこう。危険だからね。鶴は揃うとやばいからな。で、月で回収。赤タン。あー、マロ取られたな。マロっていう呼び方で正しいのか知らんけど。あれ、回収しないで、おじさん待ってる方が正解だったか。あー、失敗したかな。で、これ。あ、自分で回収しちゃった。あんま手札がよろしくない。よろしくないぞ。あ、今赤タンが、うわ、くそ。やった。いただきね。痛いな。あんま手札よろしくないぞ。マロ回収しとくか。鳥とマロってなんか相性良さそうなんだけどな。よくわかんないな。まあいいや、花。これで花見か。赤タン。あ、そっか、赤タンって文字書いてあるだけか。おじさん回収。オッケーオッケー。お、西志向になりそう。とりあえずこっち。オッケーオッケー。あー、突き取られたのは痛いな。これ。オッケー。どうなってるこれ今。イノシカチョウはないよね。タンタネ、花見、西志向。あんまいいのがないな。じゃ、これ。それじゃ、お姉さんには勝てないわよ。これ何戦目？ 5 戦目か。ああ、今イーブンぐらいか。負けてるか。負けてるか、取られてるやつだけ見れば。まあまあまあ、まだ全然逆転の範囲内だ。とりあえず、おじさんもらって。うわ、杯欲しいな。杯取れるのは偶然運でしかないか。
とりあえず青タンかな。あーでもな、あーガーた悩む、これ悩む。でも杯回収しとこう、杯回収しといた方が安全だよな。これか。今のは悩むな。青タンもそれそれ、これで、とりあえずカス投げといて。いやー苦しいな。オッケーオッケー、お互い出せない。いやーでも俺も出せない、苦しいな。親取りたい。あーくー、これは負けるか。いただきね。うわーこれ難しいな。強いな、さすがだな。ユミちゃんやっぱ強いんだな。ユミちゃんと恋恋やるの初めてじゃない？前花合わせだったから恋恋初めてじゃない？これ杯用にと、杯用に取れるのあるから、イノシカチはもう無理か。じゃあイノシシあげる。で、フォグあげるわ。フォグをあげるわ。これ本編でやっていいあれか。あーおじさんも欲しかったから使いたくなかったけど。うわー負けたー。恋恋するわ。あ、恋恋、発音合ってる。恋恋なの。恋恋じゃなくて恋恋なの。サマーウォーズのイメージがあるせいで。サマーウォーズ見たら、あれ、とんでもねえな、最後のところ。なんか、西志向です、イノシカ町です。なんか全部揃ってたから、すげえなと思って見てた。こんなん現実にあり得るのかと思って。すごい得点、大量得点獲得したけど。あー、なんかもう負けたくさいな。うわーい、西志向だー。カツアゲさん。いただきね。マジかー。どうしよう。あー、こういう感じなんだ。私の勝ちね。はい。言わない。じゃあ、ちょっと勝ちます。この女、いてこましてきます。はい。ちょっと一旦、お待ちください。こんな味じゃなかった。これ何回もいけんねん。OKOK。いてこましてきます。ちょっとお待ちください。俺は、よし。よしよし。よし。なめんなよ。俺がどれだけ、トキコちゃんと、そして、みんなと戦ってきたと思ってんだ。よし。これマイナスにすることによって差分増えるんだよね、一応増えるんだよね。やだ、私の負けなの。君の負けだよ。さあ脱ぎたまえ。違うか。よし、オッケー。さあこれで20ぐらいいった。22、どこまでいくんだろうこれ。一ノクだと28だっけ、24だっけ、それぐらいだよね。じゃもう一戦やってこよう。もう一戦やってこよう。オッケーオッケーオッケー、もう一戦やってきます。はい、X ボード R15。 はい、私の負けなの。 OK。 さあこれってどうなる。ほい、なんか言ったな、綺麗に撮ってねとか言ったな。なんたってこっちは必死だからね、男の子。そうだね、はい、24だね。そうだね、やっぱそういうことね。でここでは撮れないんだ。どこでも撮れるあれじゃないんだ。そういう感じね。はいはい。いや、なんかいいな。一ノクやってるな。なんで一ノクになったの突然。ここが、大箱なの？らしいね。さあ、音響はまっすぐな地層の岩。柱状節理っていうらしいけど、その岩が作る崖が有名だって話は、この辺はちょっと観光地化されすぎているかもね。話だけど、うん。でも有名な割にはなんだかあんまりパッとしないところね。有名な代わりに他の場所より環境破壊が進んでるのかもね。この少し上の上流にもダムみたいなのがあるし、川の中にもいろいろな大きなゴミが落ちてるしね。そうね、観光客が投げ捨てたゴミとか。とんでもないことするね。ゴミを投げ捨てんね。とんでもないな。青い工事用のビニールシートみたいのが川に沈んじゃって、せっかくの景色も台無しだわ。うん、さてちょっと上の道に戻って滝のある方まで歩いていこうか。うん。いや違うよ、そんなんじゃないよ。バカ野郎、撮らせろよ。記念撮影でもする？いいわよ、どうやって撮ろうか。あ、マジ。マジか。カッコつけてみ、カッコつけてみ。記念撮影っぽく思いっきりカッコつけたポーズしてみたら。ユミ、あ、それ面白い。その学校？あ、こんな。
あー、なかなか足がミキですね。足がミキですね。セクシーですね。そういう格好なんだ。オッケーオッケー。じゃあ行くよ。オッケー。はい、お疲れさん。お疲れさん。おお。それでこんな感じで、まだいける、まだいける。あー、違うのか、違うのか、そっちか、そっか。よし、じゃあ記事書こうぜ。記事書こうぜ。へえ、観光客のためにこんな立派な橋があるんだ。国道は交通量が多すぎるし、みんなスピード出してるからね。まあゆっくり見学できていいことじゃない。いや、逃がさんよ、何言ってんの、逃がさんよ。あれ、これ来るとこと来ないとこあんのか。ゆみちゃん、うわぁ、入り口は綺麗にしてあるけど、奥は掘った時のままみたいよ、このトンネル。怖いね、幽霊でそう。めっちゃ幽霊です。トンネルの中にまた金網のトンネルを作ってある。きっと崩れ落ちてくる岩が人に当たらないようにしてるんだろうな。いきなり地震とかが起きて生き埋めになっちゃわないかな。可能性はあるかも。嘘、バカ、大きな声を出したら本当に危ないって。あーくわー、埋まりはしないだろうけど、剥がれかかってる岩が天井から落ちてくるかもよ。ほら、その証拠に道の脇に頭ぐらいの大きな岩が落ちて転がってるだろう。うわー、本当だ、こんな恐ろしいところみんなよく通るわよね。そうだね。うん、じゃあここで撮ろっか、心霊写真撮ろっか。あれー、ダメか。ダメか。いつきが映ったりしねえかな。ここでゆみちゃん撮ったらいつきが映ったりするんじゃないかな。違うか。あ、もうすぐ出口だ。いや、逃がさんよ。なんで？なんで？こんな消費しないの？え？待って、これ。消費してないよね。そうだよね。ゆみちゃん撮ったら消費だよね。脱出。こうやって振り返ると結構苦労して作った道みたいだね。うん、うん、うん。なかなかスリルのある観光スポットではないの？あ、いや、別にここはスリルを売りにしてるわけじゃないと思うけどね。第一、作り物のスリルじゃないから、万が一の時はシャレにならないって。それも、そうね。トンネル出ても、こんなに切り立った崖のすぐ下の、細い道を歩かなきゃならないんだものね。本当に落石でもあったら、確かにシャレにならないわね。そういうこと。さて、ここから先は国道をまたいで、渓谷沿いに歩くけど、新しい道だから、さっきよりはマシだと思うよ。あら、ほんと。こっちは随分新しい道なのね。滝の前にも大きな駐車場があるみたいだから、そこの観光客用じゃないかな。ちょっとね、ゆみちゃんとゆうやのセリフ、どっちかは分かりづらい。結構、なんか、ゆみちゃん男まさりというか、そういうところあるからな。分かりづらいな。初見だと分かんない、どっちのセリフか。困ったな。撮影権に全然使わねえじゃん。何や、あそこで一回使ったわけじゃん。温泉か温泉なのか。カッパのゆう行く。あ、ほら、ここがその駐車場だよ。随分大きな駐車場なのね。大箱の駐車場の方が小さくない？まあ、あっちは随分古いみたいだったからね。旅行ブームで大型観光バスが入るようになったんで、大きな駐車場を新設したんだろ。でもなんか、小さな景勝地の真横に巨大な駐車場って、日本人のやることって、どこか間が抜けてて、滑稽で悲しいわね。来いよ、ユミ、いい加減。お前、俺がどんだけって言ってもね、あれ、もうだいぶ簡単に勝てるようになったな、おめえ。すげえな、10分、15分。まあ、行って20分ぐらいだったよな。すげえな。勝った回数、勝負回数5回ぐらいだもんな。5回か4回ぐらいだったもん。これが銀河の滝ね。本当に駐車場の目の前なのね。ギニア高地の滝みたいだね。ギニア？知らない？コナン・ドイルの小説のロストワールドのモデルになった土地なんだけど。
うん。ジャングルの中に標高差が1キロぐらいある垂直の崖の大地が点在する場所なんだけど、何それ怖っ、それめっちゃ怖っ。やっぱりそこもこんな風に風が遥か上の大地から川が滝になって流れ落ちてるんだよ。風にこんな風にか、風じゃねえのか、こんな風にか。もっとも向こうは水が地面につく前に霧になっちゃうくらい高い滝なんだけどね。世界は広いな。この銀河の滝を見ていると日本にもロストワールドがあるみたいで、なんだかワクワクするなって感じだったんだ。うん、それならわかる。あの滝の向こう側を見てみたいよね。そうそう、なんかすごい世界があるような気がしない？そうね、あったら行ってみたいわね、そんなところへ。安定した。ああ、さて次に行こうか、そういう感じなんだ。そうね、でも代表的な観光地は今見たから、次はネイチャーなところがいいな。ネイチャーですか。そうだな、この辺りで自然的な場所というと、ああ、黒岳でいいんだっけ、黒岳がいいかな。黒岳？ああ、青岳のライバルだよ。本当は緑岳の、あ、高原沼万葉沼とかにも行ってみたいんだけど、ちょっと遠いから今からだと時間的にもう無理だろうね。そっか、でも黒岳なら層雲峡温泉からロープウェイで登るハイキングコースがあるみたいだから、ユビさんでも登れるんじゃない？そうね、それなら私にも行けそう。よし、それじゃあそうと決まれば善は急げだ。というわけで運転よろしくね。はいはい、まあ、運転ね、運転ユビちゃんだもんね。ああ、登ってるのね、乗ってるの。ああ、なんかだいぶ時間取ってるね。じゃあ一旦ここで休憩しましょう。はい、ありがとうございます。楽しくなってきたな。ちょ、あと1枚回収しとくわ。写真の権利、一応いつ温泉が来てもいいように危険性を考えて回収しときます。はい、ありがとうございました。ありがとうね。楽しいな、一族になってきたなこれ。